ザポリティシャンはアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズサンタバーバラの富豪ペイトン・ホバートが政治レースに奮闘する様を描く。制作はライアン・マーフィー、ブラッド・ファル・チャック、イアン・ブレナンが務めた。ネットフリックスにより制作され2019年9月27日より世界同時に配信された。2020年6月19日にシーズン2が配信された。 番組は批評家から好意的な評価を受け、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。物心ついた頃から大統領になることを夢見てきた、温像氏のベートン・ホバート。手始めに、高校の生徒会長戦での勝利を目指す。ザポリティシャンの主要キャスト。ジョーダン・からベン・プラット、ゾーイ・ドゥイッチ、ルーシー・ボーイントン、グイニス・パルトロー。各シーズン前は一斉配信第一シーズンは、 批評集積サイトのテ点トマト図に89件のレビューがあり、批評価支持率は57%、平均点は10点満点で6.74点となっている。また、メトクリティックには32件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。第2シーズンはテ点トマト図に20件のレビューがあり、批評価支持率は40%、 平均点は10点満点で5.84点となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、過重平均値は46、100となっている。ありがとうございます。